こんにちは、みかげです。今日は中華街ご飯食べに来ました。美味しいご飯いっぱいだ、いっぱいだ。これにした。楽しみです。楽しみだ。フカヒレスープ、ザーサイが来た。いただきます。フカヒレスープ、美味しい、優しい味。小皿で唐揚げと春巻きが来た。美味しそう。いただきます。メインが来ましたよ。これ牛バラ肉あんかけご飯、杏仁豆腐も来た。いただきます。お腹いっぱいになった。おっちゃまでした。お腹いっぱいになっちゃった。美味しかったです。今日の牛バラあんかけご飯はなんか香辛料の味がした。日本料理とまた違った香りのあるご飯だったです。美味しかったです。お肉柔らかかった。また食べたいと思います。今日は仕事の合間にまだ5時前なんで少し寄って歩いてます。買っちゃいました、パワーストーンの猫ちゃん。いつもお世話になってる人へのプレゼント、楽しみ。渡すの蛍石の猫ちゃんのキーホルダー、かわいい。今日は早く来れたんで気に入ってる月餅屋さんが開いてます。ここです。世界一の肉まん屋さんの目の前、一口月餅が売ってるんですよ。盛り合わせみたいなのがね、ちょっと見に行ってきますね。月餅屋さんで月餅買っちゃいましたよ。ちっちゃいの、これごまとクリア一個ずつ買いましたよ。ちっちゃいんだこれ。一口サイズ売ってんですよ、ここは。と手のひらいっぱいの大きいのと普通のサイズ。皆さんもぜひ来てみてくださいね、このお店。来てみて選んで食べてみてください。